大将を失った小河原の軍勢は歴戦の力を失い、辛くも合田は勝利を得たのであった。しかしながら小河原城主長百合は未だ健在であり、軍勢を立て直すべく城への戸についているという。この戦に幕を下ろすためには長百合の首を地に下ろさねばならない。いかな名器よりも人の恨みつらみの詰まった杯は酒のうまさを引き立てる。そうは思わんか、ゴーダの犬よ。うわっ、うわっ、もはや信光様のお跡目を継ぐ資格あらず、その命あっては障りになるだけと判断し申した。犬めが、さて始めようか。燃えろ。うわっ、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 なぜそうまでして生にしがみつく。その理由わからぬが、こやつにはまだ聞かねばならぬことがある。
こたびのこと、すべて愛禅信光の差し金か。その思惑、洗いざらい吐いてもらおう。相変わらず優秀なようだ。だが、甘いな。いずれまた会うことになるだろう。ゴーダの影よ。